ジョセフ・シェルシー・インターモーダル・トランスポーテーション・センターは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州、ピッツフィールド・コロンバス・アベニュー1にある駅。全米各地を結ぶ、旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている。初代ユニオン駅2代目ユニオン駅1928年、待合室1975年ホーム側2007年、元衆議会議員で、ピッツフィールド市議会議員も務めた。 ジョセフ・シェルシから名付けられたジョセフ・シェルシ・インターモーダル・トランスポーテーションセンターにアムトラックは停車する。2004年にオープンしたこのモダンなガラスとレンガ作りの施設は列車の乗客のための待合室がある。ITC はバークシャー地域交通局の路線バスとピーター・パンバスラインズも発着しておりピッツ・フィールドの中心市街地へも直接徒歩でアクセスできる。ブルタの事務所は 店舗及び貸しテなんとと同様にセンター内にある。ピッツフィールドのユニオン駅は1914年に30万ドルで建設され、後にニューヨークセントラル鉄道の路線になった。完成時、ユニオン駅は好評であった。高さの高いアーチ型の窓、緑がかったベージュの大理石の壁、高いドームのテラゾ天井、天窓、シャンデリア、洗練された木製建具などである。 正門の入り口には、ピッツフィールド市の封印を、モザイクで再現し乗客を迎え入れ、レストランは休憩場所となった。1950年代には、ニューイングランド全土の鉄道網が、乗客数の減少と、旅客サービスの維持を求める、規制のため財政的に圧迫されたため、旅客駅のメンテナンスを減らすことが収入を救う、方法とみなされた。ピッツフィールドユニオン駅では、 何年もの間、使用が減少し、無視されていた。ニューヨークセントラル鉄道は、1956年、ピッツフィールド市に駅を売却することを提案したが、市はその目的には適していないと感じ、提案を拒否した。ジョセフは駅を維持する方法を模索していたが、その時には市民の機運が盛り上がった。彼は反対したが1965年に、市議会は、 ニューヨークセントラル鉄道がわずかな数の乗客しか駅を利用しないと報告してきたのでニューヨークセントラル鉄道が中心市街地から離れた工場地帯に近い新しい駅を建設することを許可した。1966年までに一部の市民は駅を救うことを望んでいたが状態が悪化し構造的な欠陥が増えているため駅を復元することはもはや経済的に 実現できなかった。1968年にピッツフィールドユニオン駅は解体された。1990年代には交通サービスの統合を強化という連邦政府の方針により、州内の他の都市に建設されている同様の新しい交通センターの建設が検討された。2000年3月、ユニオン駅が解体された後、旧駅があった場所に近い中心市街地に、 新しい交通センターを建設する計画が始まった。予想された費用は1400万ドルであり、連邦政府からの補助金800万ドルを含め、最終費用は1100万ドルであった。2004年11月22日に式典が開催され、エドワード・ケネディ上院議員、ピッツ・フィールド市長、ジェームズ・ルバート、ノース・アダムズ市長ジョン・バレット3世が出席のもと、 経済発展の触媒となる新しい ITC がオープンした。マサチューセッツ州運輸省と連邦鉄道局の代表も出席した。レイクショアリミテッド号の運行開始以来、アムトラックは新しい駅のプラットフォームから少し離れた場所にある待合所を使用していた。新駅舎ではエレベーターと車椅子の昇降台を備え、待合室を使用することができる。 アムトラックの停車する列車は下記の通り。バークシャー地域交通局のバス2006年あたり駅から乗車できるバスは以下の通り。ありがとうございます。